クリアンは、カンボジアにあるアンコール遺跡群のうち、アンコールトムの王宮の東側に位置する二つのヒンドゥー教遺跡である。像のテラスと向かい合った、プラサットスウールプラットの12塔のすぐ後方にあって、王宮から勝利の門へと続く王道により、北と南に別個に分断されている。その目的が未だ分かっていない二つの建造物であり、それらは南北軸沿いに配置されている。 二つの建造物は同時期に築かれたものでなく、北側の建物、北、クリアンは王者アヤーバルマン五世の下建造され、南側の建物、南クリアンは彼の継承者、スーリアバルマン一世の下で建設されたが、それらは同様の設計である。それらにはクリアン様式という名が与えられ、中央にカーラがある比較的簡素なマグザにより特徴を付けられる。他の その様式の建造物としては、ピミアナカスヤタ、ケウ、王宮の盗門などがある。長方形の砂岩の建造物であるクリアンは、収蔵庫を意味し、寺院の宝物庫内市王室財宝を収蔵した寺院ともされるが、これがその構造物の機能であったとは考えにくく、中世の王の誓いがクリアンの一つの入り口に刻まれていることから、 それが訪問した貴族や大使らのための応接の場、もしくは同じような住宅としての役目を果たしていた、可能性が示唆される。北、クリアンは、ラージェンドラバルマンの元木材で建てられ、おそらくその後、南クリアンの建設前に、ジャヤーバルマン5世によって石材により改築された。ありがとうございます。